はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。今回はパーツオブアイアン4現代ボットロシアプーチン編、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、プーチンリベンジということで今回プレイを進めてきたんですが、前回と同様戦況が著しく悪化してきています。まずですね、 NATO 軍との激戦が繰り広げられているポーランド戦線なんですが、ここがですね押し込まれてベラルーシの首都ミンスクが陥落、さらに人的資源が枯渇したということで継戦能力が著しく損なわれています。でこれをですねなんとか押し返すために、日本に駐屯している部隊の約半数を移動させる予定です。ただ移動するのにかなり時間がかかるので、それまで持つかどうかというのと、並行して戦闘が行われているルーマニア戦線ですね、ここをどうするかというのも、この後の戦闘に大きく関わってくるところかなと思っています。なのでこの2つの戦線をですね、うまくコントロールしながら日本から転進してくる部隊の到着を待つ、これが当面の方針になります。ではゆっくり時間を進めていきましょう。では日本から部隊の移動を命じました、まあ、これで部隊が到着するまでどこまで持ちこたえられるかですね。旧ウクライナの首都キエフにも敵軍が迫ってきているので、まあ、本当にね、厳しい戦いが続くなという状態ですね。うまく戦線が動いているところとしてはですね、このフィンランドからノルウェーを目指している部隊ですね、これは今のところうまく機能しています。日本からの撤収状況ですね、ご覧のようにだいぶ駐屯する部隊減らしています。なので、まあ、仮にですね日本にアメリカ軍や NATO 軍が上陸をかけてきた場合には、これを防ぐ手立ては残念ながら、もうないですね。まあ、だからといって部隊を全く駐屯させておかないと、レジスタンスがどんどん増えていくので、まあ、それを防ぐ意味で一部歩兵だけ残しているという状態です。本当に厳しい戦況にいよいよ思ってなってきたなという感じがしますね。ただその分日本から軍を引き上げているので、それでねなんとか、打開策というものが出てくればいいかなというふうには思っています。ルーマニア戦線の方がですね、 NATO 軍の増援が到着して有利に進めていたところが全く膠着状態ということで動かなくなりましたね。はい、エジプトが降伏してます。まあ、エジプトはですね我々の陣営にいた、まあ、大国の一つですね。そのエジプトが、まあ、残念ながら陥落したというところです。さらに具合の悪いことにですね、どうしても沿岸の防衛力が低下していた中、アメリカ軍に上陸されてますね。まあ、この上陸を許したままだと損害が広がるので、上陸してきたアメリカ軍の撃退にまた部隊を割くということで、ポーランド戦線がさらに悪化するっていうね、この悪循環がちょっと来てしまってるので、なんとかね、勝負したいところなんですけど、なかなか次の一手が打てないところですね。まあ、まずは上陸してきた敵のね、部隊を殲滅していきたいと思います。海軍の方もですね、一度アメリカ軍の前に大敗を喫した後、再編成を行ってバルト海に展開させているんですが、これがアメリカ軍の艦隊と衝突してます。ここで勝利が得られればですね、バルト海しばらくの間は制海権が維持できるのかなと思ったんですが、戦況を見る限りかなりまずそうですね。はい、艦隊戦ですが、もう名実ともにロシア海軍は壊滅ですね。まあ、損害見るだけで潜水艦4、コルペット18、
フリゲートが7、巡洋艦が2、バトルシップが1、まあこれは巡洋戦艦ですね。あとは空母、これも失いました。これによってロシア海軍が唯一保持していた空母が撃沈されてしまいましたね。当面の間というか、まあ半永久的に制海権を取り戻すのは難しくなってしまった中ですね、アメリカ軍の上陸が止まらない状況になっていて、これはですね、ちょっとルーマニア戦線から部隊を引き上げざるを得ない状況になってます。なので、スペツナズを引き抜いて、この上陸してきて、アメリカ軍、NATO 軍に対処することにしたいと思います。本当にね、この、NATO 軍のここまでの動き、対応するには戦力が足りてないなっていう状況ですね。残念ながらリガンも失艦してます。このバルト三国の戦線は、まあ、崩壊する可能性が高いので、ここに集中的に日本から転進してくる部隊を当てがっていきましょう。今ちょうどですね、モンゴル、中国大陸、まあ、中央部を移動中というところですね。この師団です。まあ、まだまだ時間はかかりそうですね、到着までに。まあ、そんな中、今ご紹介した通り、リガが陥落したので、この後一気に敵がモスクワを目指して進撃してくると思います。まあ、これをどうしのぐかなんですが、モスクワ、もう目と鼻の先なんですよね。なので、なんとか戦線を維持している間に、日本から転進してくる部隊を待ちましょう。日本の方なんですが、日本軍の上陸作戦を受けています。北方領土に日本軍が上陸。これを奪還、一部されてしまいました。まあ、ただまだですね、本土に関しては敵の上陸を許していないので、まあ、この状況をいかに長持ちさせるかですね。まあ、苦しい戦況が続いているというところです。全体的なウォーサマリー確認しておきましょう。まずですね、我々中ロ陣営なんですが、ユーゴ、ヨルダン、この辺りが降伏したのに加えて、先ほどご覧いただいたエジプトですね、これも残念ながら降伏しています。で、一方ですね、NATO 軍の方なんですが、エストニア、まあ、リトアニア、含めたこのバルト三国ですね。ここがですね、降伏のステータスにはなってるんですけども、ご覧いただいた通りですね、NATO 軍の支援を受けて、領土の回復、今、ちょうど進行中ですね。これ、対処するのがちょっと難しそうかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、なんとか戦線を維持しつつ、日本から転進してくる部隊の到着を待ちたいというふうに思います。